エベレット・ブラッドリーはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックに参加して5種競技で銀メダルを獲得した。エベレット・ブラッドリーは1920年アントワープオリンピックのアメリカ国内予選で10種競技で2位、5種競技では3位の成績を上げていた。意外なことに彼は オリンピックの本番では五種競技のみへの参加を選んだ。アントワープオリンピックの五種競技は8カ国から19人の選手が出場して1920年8月16日に行われた。ブラッドリーは優勝したフィンランド代表のエロ、レート年に続いて総合成績で2位となり銀メダルを獲得した。カンザス大学で地質学の学位を取得した後、 ブラッドリーはその知識を生かして、声優会社のコンサルタントとなり、裕福な生活を送ることになった。コンサルタント業を引退した後の彼は、老後、ゴルフやフライフィッシングなどで楽しみながら暮らしていた。72歳の時、彼は自宅近くの池で事故死しているのを発見された。発見時にはまだ、ナイトウェアを着用したままだったという。 オリンピックでの陸上競技としての男子五種競技は、1912年、ストックホルムオリンピックから1924年、パリオリンピックまでの3大会のみ実施された。種目は総幅跳び、槍投げ、200メートル走、円盤投げ、1500メートル競走の5種類である。各種目での順位を点数化して、総合成績を争った。 アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマーゲームズメンズペンタスローンアーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシンありがとうございます